皆さんこんにちはレック専任コースの友嗣ですさて今回はですねはい、えー、こちらになります短期合格するための正しい学習法というテーマで30分ほどガイダンスをさせていただきたいと思いますさあこれからですねはい宅検試験のガイダンスやっていきたいと思いますまずはこちらから令和4年の宅検師試験というところから見ていきたいと思います はい。えー、宅地建物取引試験。えー、どういう試験なんですかっていうところから見ていきたいと思いますが、まず、毎年1回ですね。10月の第3日曜日。まあ、つまり、2022年は、まあ、私隠れちゃってますけども、ここですね。はい。10月16日ですね。10月16日に実施されます。ということになっていきます。はい。そしてですね。 こちら、まあ、合格発表の日がですね、はい、2022年11月30日の予定ということになってまいります。まあ、まだね、ちょっとこれを収録している段階では、まあ、正式決定ではないんですが一応、この日付が卓球、ねはい、試験の日ということになっていきます。で、過去5年間のデータということでですね、はい、こちら見ていただきたいんですけども、申し込み者数のところご覧ください。はいさあ えー、2017年からね、えー、ありますけれども2017年25万8511人2018年26万5444人とはいで、まあ、2020年とね2021年に関しては、まあ、10月試験12月試験というふうに、えー、2回、えー、実施されました、えー、ですので、まあ、2020年はですね10月試験の方が20万4163人、えー、12月試験の方が5万5121人ということで、まあ、合計すると25万9284人そして 2021年ですね。はい、えー、こちらに関しましては、えー、10月試験25万6,704人、えー、12月試験が3万9,814人ということで、まあ、29万6,518人合計ですね。はい合計すると、その人数ということになります。もう30万近くのね、えー、方が受けているということになります。ですので、もう毎年30万人近くの人が受験する、こういう大きな試験になっております。はいですが、まあ、 合格者ははどうなんでですすかって話ですね、はい合格者数はっていうとまあね、えー、まあ大体3万人から4万人ぐらいですかね今4万人にはなってないですかねはい、えー、3万人から4万人ぐらいのところで、えー、推移をしておりますということではい合格率のところご覧ください合格率ですそう大体ね15%前後の試験ということになっていきますはい で合格点がですねまあ年によって違うんですけれども、まあ、これは何でですかっていうとやっぱりこっちの合格率の方で見てるからっていうところがあるんですね。つまり上位15%の人に合格証を出しましょうというそういう試験になっていきます。でですので15の15%合格率ということは言い方を変えると試験を受験しても85%の人は落ちてしまう試験ということになるわけですよね。はい さあこうすると結構ですね難易度高い試験なのかなというふうに思ってしまうかもしれませんけれどもはいまあきちんとですねやるべきことをしっかりとやっていただければはいねこちらです短期合格です。 こちらもですね、十分可能な試験という風になっております。ただし、そのためにはですね、まあ、今回のタイトルにもあります通り、正しい学習法、これをやっていただかないと、やっぱり厳しいということになるんですね。そう、やっぱりね、えー、時間が短くなれば短くなるほど、ね、えー、勉強の時間が短くなれば短くなるほど、やっぱりね、正しい学習法で勉強していくということが重要になっていきますので、まあ、それについてね、今回はお話をさせていただきたいと思います。さあ、まず最初 にですねこちらですはい試験まであと何日あるでしょうかというお話ですねはいさあ、えー、今これを聞いてるのがですねんまあ何月何日に聞いていらっしゃるのかっていうのはちょっとわからないですけれどもさあじゃあ例えばですねはい宅検試験まであと150日 はい150日前はいつですかって言ったら5月の19日ということになります5月の19日で、まあ、150日前ということになりますので、まあ、これが、ね、5月19日よりも前に聞いているというのであれば、まあ、150日以上のお、ねえー、時間があるとでそれに対して、まあ、5月19日は過ぎているというのであれば、まあ、それはもう150日ないよっていうそういうお話になっていきますはい100日前というふうになってくると7月8日というふうにありますけれどもさあこちらですね まあカウントダウンみたいな感じで書いてありますけれども、実はこの宅検試験ってまあ後でえもう一度触れますけれども、勉強に必要な時間がまあ約300時間というふうに言われています。まあこれはね、まあもちろん個人差ありますので、じゃあ300時間やれば絶対受かりますかっていうとそうでもないでしょうし、まあじゃあ絶対受かるには300時間が必要なんですかって言ったらまあそれもちょっとそうとは言い切れないというところはあります。個人差はありますけれども、まあ平均値を取っていくならば300時間というふうに言われてます。さあ。 考えてみてください試験まで150日あるならばはい1日そう2時間勉強すればそう1日2時間勉強すれば300時間の勉強時間は確保できるということですねはいではそれが100日前になってしまうとどうなるんですかって言ったらば100日前になってしまうとそうなんです 1>, 1日3時間勉強しないと300時間が確保できなくなってしまうんですね。つまりそう期間が ね、迫ってくれば、迫ってくるほど、一日の勉強時間を増やしていかないといけない、ということになるんですね。じゃあ、例えば、ですよ。宅検試験五十日前。この日から勉強しようという風になってきた。ならば、八、ね、月の二十七日から勉強しようという風になってくると。一日六時間、勉強しないといけない、ということになってくるわけなんです、はい。ですので、よく聞かれる質問なんですけども。 いつから勉強を始めればいいですかっていうこの質問よくされるんですけども当然のことながらなるべく早くですよねなんで考えてみてください皆さん一日6時間勉強に使えますか毎日 毎日一日六時間勉強に使えますか。これがイエスというのであるならば、まあここでもまあ理論上は間に合うことになりますよね。まあ先ほども言いました通り個人差がありますので必ず間に合うね、えー、というふうに言い切ることはできませんけれどもまあ一応理論上は間に合うということにはなるわけです。ですがそれだったらねなるべく早く始めた方がいいじゃないですか。そうさっきも言った通り三百時間がね、えー、まあ平均値と言いましたけれども絶対三百時間とは限らないわけですからまあ多く勉強時間を取れるなら取れるに越し したことはないわけですそのためには早く始めるしかないわけですよねはいですからもしこれを聞いてる日付がね、えー、じゃあ例えば5月19日に聞いているとしましょう5月19日に聞いているとしましょうじゃあ明日から勉強するよっていうふうになってくるとそうこれを150日前から勉強したわけではなくて149日前から勉強したってことになりますよね。1日少なくななくっててるんでですよそして不思議なもので 1一回後回しにしよう明日でいいやっていう風うにするとその明日も何かしらの言い訳をつけて翌日になるんですでその翌日も何かしらの言い訳をつけてまたその次になってくるんですね気づいたら50日ぐらい経ってるわけですよそうして100日前の時に気づくわけですあれ あの時に決意したはずだよなしっかり決意していれば1日2時間の勉強で間に合ったはずなのにやばい1日3時間やらないと間に合わなくなってるぞっていうふどんどんうに、ね、さあ考えてみてくださいここには載せてませんが、はいえー、もしもです「宅研試験300日前に勉強を始めたとするならば」。 そうまあ、つまりね、えー、もう年明けぐらいの時からですよまあ年が明けるか明けないかぐらいの時に1月ぐらいからですね勉強をもししていたとしたならば1日1時間ででななんんとかなっていたんですよそういう意味ではね300日前ですからはい1日1時間で300時間確保できますからねそうそれに比べると遅れをとっています。さあ そういう状況でさらに遅れを取っていいですかって話になるわけですよね。もう遅れを取っているわけですから、これ以上の遅れを取るのは防ぎたいわけですよ。とするならばどうすればいいですか。そうです。明日からではなくて、今この瞬間から始めていくしかないんですよね。はい。明日じゃないです。もうこの瞬間からやろうというふうに決めてください。まず最初に、 これは宅建試験だけに限りません。試験勉強全体に言えることなんですけどもまず最初に決意をしてそして最初の一歩を踏み出していくっていうところってめちゃくちゃ大事です。そうで決意をすするっていうのはですね、 まあ結構できるんですよ。いろんなきっかけがあればですね。まあこういうガイダンスを見るっていうのも一つのきっかけです。まあ皆さんね、これどういう形でね、この動画にたどり着いたのかは分かりません。まあもしかしたらですね、ね宅建試験のガイダンスがあるよっていうことで、ね、校舎で今聞いていらっしゃるという方もいるかもしれません。もしくはですね、まあこれね、えー、YouTube かなんかに載せて載せられていてですねね,ね、まあなんかこう、 ね、動画をこうね見ていたら偶然この動画にたどり着いたという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、それは、ねえー、自分で見ようと思って見てるのかそれともまあ偶然流れてきたから見てるのかっていうのはそれは、ねえー、いろいろあるでしょうけれどもでも、まあ、もしねこの場でよし「宅研受けてみよう」というふうになったら何かが変わるかもしれないわけですよ。 はい、これによってね人生変わる可能性だってあるわけです。で考えてみてください。はいね、資格をもとにですねそうこの宅建試験って、えーね、この宅建試験に合格して宅建士というものになるとまあいわゆるその、ねえー、不動産の業界っていうふうになってくるとやっぱりまあ採用もされやすくなってきますので、はい、やっぱり宅建持ってる人っていうのはねある程度 欲しいというふうに業者さんも思ってますのでまあ結構就職するきっかけになったりなる場合もありますしまあもしくはですね宅研試験に受かったということで、ね、何か一つ試験が受かるとあこれいろんな資格自分取ってみようかなって言って今度はもっと難しい資格にチャレンジするっていうそのためのきっかけに使うって方もいらっしゃいます。でですのでこれはどういういまあ 役立て方をさせるのかっていうのは人それぞれだと思いますけれども、まあこのね、えー、まあ偶然か必然かはわかりませんけれども、この動画で皆さんの未来が変わるかもしれないわけです。そしてその未来を変えよう、そういうふうに決意したのであれば、明日からではなくて今からやっていきましょうよっていう話になるわけですよ。そうこの一日を有効に使いましょう。今日という一日を有効に使えるか使えないかっていうのはでかいという話になりますからね。さあそれでは。 やりましょう勉強頑張ってみましょうというふうに思ったらそうです正しい学習法が必要ですよね正しい学習法が必要ですよねそうまず合格を決意するそれは大事ですでも。 決意するだけでやみ込みに勉強したんでは間に合いませんそう先ほども言いました300時間というふうに言いましたけれどもなるべくだったらまあその数字短い時間で合格にたどり着きたいまあ逆に言えば正しい学習法をちゃんとやっておいてくれないと300時間あっても厳しいかもしれないということになるわけですからどういうふうに勉強していけばいいのかっていうのが次の話題になってくるわけですそれでは次のところご覧ください 正解率から戦略を考えるということでさあ勉強する前にはまず戦略ですねどういう形で勉強していくのかっていうところをしっかり、まあ、まずはね、えー、作戦立ててから学習をしていきましょうということになっていきますではこちらの表をご覧くださいはいこの表何なんですかって言いますとですね、まあ、受験者の正解率ごとにですねまとめておきました、えー、どういうことですかっていうとですね まあ、例えば、ねえー、問題がありましたじゃこの問題何割ぐらいの人が正解できる問題なのかっていうところを全部データ取りましてその正解率でこう表を作っていますですので、まあ、この90%から100%ここに載ってるものは何かって言ったら、まあ、受験した人の90%は合格しているあ正解している問題ということになりますので、まあ、ほとんど誰も間違えてない問題ってことになりますで下の方に行けば行くほど、まあ、ほとんど誰も正解していない問題ってことになるわけですね。はい さあ、えー、ですので上に行くほど正解率が高いまあ、えー、言い方変えると優しい問題ってことになりますね下に行けば行くほど正解率の低い問題言い方変えると難しい問題ということになるわけですでちょうど50%のところに網掛けがされておりますこれは何ですかって話なんですはいこの網掛けなんですすけけれども50%のところで網をかけてますはいでは網がかかっていないところをご覧ください さあ正解率の高い問題ですねつまり半分以上の人が正解している問題ががこここの網のの網かってていいいななところになります半分以上の人が正解している問題例えばでは最新のところで見ていきましょうか2021年の12月試験で見ましょうか、はい、そうすると、はいえー、90%台の問題が5問そして、ね、80%台が1人そしてその下が12そしてその下が8そしてその下が3ということではい。 半分以上の人が正解できる問題を全部正解したら何点取れますかって話なんですけどもはい40点取れるんですね40問正解できるんです。はいということでこの年の年合格点点はっって言ったらば34点なんですでは10月試験でも見ていきましょうか、はい、10+14+3+8+5、はい、ということで、まあ、これも足すと40問になりますね。 はいこの年の合格点は34点はいそして2020年12月見ていきましょうか10問12問11問4問7問足すと44問になりません、ねはい、この年の合格点は36点ですもうめんどくさいからもうねやりませんけれども皆さんお気づきになりましたか何か必ず合格点を超えているということにそうなんです受験者のの半分以上の人が正解できる問題を 一問も落とさなければ確実に合格者になれるんですはいここの事実をまずは絶対に押さえておいてほしいんですねそうつまり言い方を変えるとですねここの網がかかっている問題を解けなかったとしても合格者にはなれるということなんです 半分以上の人が正解できる問題、まあ、先ほどの言い方でするならば優しい問題ですよねこの優しい問題を一問も落とさなければ毎年必ず合格者になっているというこの事実をまずは絶対に忘れないでほしいんです。はいつまりこの卓検試験基本問題をしっかり取れれば基礎さえしっかり定着させておけば。 必ず合格できる試験なんです。この事実を絶対に忘れないでほしいんですね。 でなんでこんなことをまず最初に強調するのかというとやはり先ほどから言いました通り合格率15%ですと、ね、先ほど私もね,ね、えー、85%の人が落ちるんですよみたいな感じの言い方をしましたそうするとじゃあ上位15%に、ねえー、自分がいるようになるためには難しい問題までしっかり取らないと合格できないのではないかというふうな誤解が生じてしまうわけですよね。ですが実際ほとんどの人は。 何をしてるのかというとこの取らなければいけない問題をボボボボロボロロボロ取り落としてしてまうんですよそうこの問題は取らなければいけない問題だったけれども間違えてしまったとかですねでそれが積み重なって積み重なって合格点にたどり着かなかったという人って結構多いんです。 でそれは何でそういうことが起こってるのかっていうと勉強の仕方に問題があるからなんですねで勉強の仕方に問題があるってどういうことですかっていうとですね大抵の人がですね基本だけでで受かかるんですかこういう問題までちゃんと解けるようになっておかないと網がかかってる部分のねこういう正解率の低い問題までちゃんと解けるようになっておかないと、うん、やっぱり15%っていうね難関を考えるとね合格できないんじゃないかっていうふうになってこっちの勉強に集中しちゃうんですよ。 でこっちの勉強に集中してしまうと何が起こるのかっていうと労力がこっちに費やされるので本来取らなければいけないこっちの勉強がおろそかになってくるんですそしてこちらでボロ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 取り落としたそうつまりこっちのね難しい1問を取るために優しい問題を3問落としてしまったらばそれはマイナス2点なんですよ。ということになりますのでそうだったらそこの3点をきちんと取る方がはるかに少ない労力で。 はるかにね、えー、点数も多くゲットできるということになるわけなんですねですのでここをいかに集中的に勉強していくのかっていうのが大事なんですが先ほども言いました通りみんなやっぱりこっち気にしちゃうんですよねはいまあ、やっぱりね うーん気にする気持ちも分かりますやっぱりね、えー、試験ってやっぱり不安と戦っていきます不安と戦っていくとですねやっぱり周りは正解できるんじゃないのかっていうねその恐怖心と戦っていかなければいけないわけですよでもやっぱりね、えー、勉強してるといやね自分なんかよりももっと頭のいい人たちがみんなね、えー、受けに来るだろうからね、えー、私はもう人一倍やらなければいけないんだみたいな感じで、まあ、追い込んでしまってですねでそれで やっぱりねえええこれ難しいけど他の人もきっとね理解してるんだよここは理解しなければいけないんだよって言って、まあ、やっぱりこだわってしまうっていうのは結構多いんですけれどもこれをやってしまうと時間も300時間どころでは済まないですししかも今皆さんがこれご覧になっている目的は何ですかそうですよ短期合格ですよ。短期合格なんてまあもう無理でしょって話になっちゃうんですよね。でですので 基本をしっかり固めていくことが大事なんだっていうところはもう本当に最初に押さえておいていただきたいそういう部分になってくるわけなんですそれでは次のお話に行きたいと思います3番はい試験範囲と学習目標ということでまあ試験範囲、えー、どんなものが範囲になってるんですかっていうと まあ、権利関係14問、えー、宅検業法20問、法令上の制限8問、税価格3問、免除科目5問ということになって、まあ、これ、合計50問という形です。まあ、このね、出題数は毎年ほぼほぼ変わらずに来ておりまして、はいえー、50問、1問、1点になっていきます。で、そして、まあ、先ほど言った合格点を上回る点数を取れれば合格ということになるわけですね。 はいまあ、全てマークシート方式の試験ですので、ま記、あ、述とか口実とかそういうのはないので、まあ、試験会場に行ってマークを塗ってきて50問マークを塗ってきて、それではいまあ、合格証が届いてくるという。まあ、そういう試験になっています。はい、さあ、こちら見てみてください。まあねえー、細かい話でこういうのが出ています。よっていうねえー。細かいところはありますけども、範囲が広いってわかりますかね。民法があればね。はい、税金のお話もあれば。 はいなんか土地とか建物とか、えー、そういったお話までありますそう実は宅建試験の特徴としてはですね範囲が広いってのがあるんですよそう広い範囲から出題されますここ結構やっぱり 対策取りりににくいところになっってきちゃったすするんですねそれは何かというとある部分にこだわってしまうと例えばねじゃあ権利関係の勉強頑張ろうっていうふうにして、ねえー、権利関係の勉強をしてると、ね、やっぱり権利関係をちゃんとしたあとじゃないと次に進めないみたいな感じになってのここで時間を使っちゃってしまってですね試験直前ねまだ勉強してない分野が出ちゃってるよどうしようっていうことも十分考えられてしまう。でですので ペース配分とといいいい。ううのが本当にに大事な試験だだうう押ささえて,おいてくださいつまりもうどこかの分野に集中してしまってこれを完璧にしてからじゃないと先に進めないっていうふうになってしまうとまあやっぱり厳しいんですよですのでまあ皆さんね何度も繰り返しますけども短期合格を目指すわけですそうこのスケジューリングをですねミスってしまうと結構 こうやっぱりまずいことになりますね、えー。最後の最後ね勉強してないよっていう分野がいっぱいあるにもかかわらず試験直前になってしまいましたっていう風になったらやっぱり怖いわけですですのでどのぐらいのねウェイトをかけて勉強していくのかっていうところをですねしっかり抑えておく必要っていうのはやっぱあるわけでじゃあそのためにはっていうとですねどのぐらいのね点数を取れるようにしとくのかっていうまあ一応の目安ですねそこはしっかり捉えておく必要があります ただ目、まあ、目安は目安はです当然のことながら年によって難易度って違ってきますので、うん、逆に言えばその例えば試験当日にえ私は目標点を何点と決めたんだからこの点数は死守しなければいけないのであるみたいな感じで、まあ、追い込んでしまうと逆効果です。それは、えーまあ、もしかしたら本当に、ね、その分野に難問が大量に、ね、出てるだけかもしれないわけですからそこで変に、ねね、あの目標点が何点だったから、ねえー、試験本場で何問間違えたいやもう間違えられないよみたいな感じになってしまって。 追い詰められるとあまりいいことはないのでそれはちょっとね、えー、試験当日は、まあ、ラフな気持ちで言ってほしいんですけども勉強する段階ではじゃあねこの分野で何点ぐらいっていうところはある程度決めておいて勉強していくっていうのは手です。ただ 先ほども言いました通り年によって合格点って違うわけですので何点取れればいいっていうその明確なところっていうのは難しいんですよね。先ほども言いました通り試験の難易度によって違ってて違くるわけですからねということになりますのでまあ一応目安として、まあ、過去38点で合格って年があるので。 まあ余裕を持って40点かなというふうに捉えておくといいと思います40点をとりあえず目標にしましょうじゃあその40点どういうウェイトで勉強していけばいいですかっていうところとしてですね目標得点、えー、見ていきましょうかいきますはいまず権利関係14問出てきますけどもまあ、これはですねまあ、半分ちょっとぐらいできればいいかなっていうそういう感じですね、えー、ですので9点前後を目安に頑張っていきましょう それに対して、宅建業法、こちらですね、これはね、20問という、もうね、一番こう出題数多いんですけれども、ここでどれだけ点数稼げるかっていうのも第一、はい、目標的点は18点、これを目指していきましょう、そして、まあ、法令上の制限、これが8問中7問、そして、えーね、税、価格、こちらが3問出てきますけれども、まあ、これ、えー、2問目指していきましょう。 免除科目こちらも5問出てきますけども、まあ、4点目指していきましょうというこれをを目指すぐらいいいの気持ちで勉強をしておいておください繰り返しますけれども試験本番は難易度によって違ってくるので試験当日にこれを考えるのは良くないですよ試験当日にこれを考えるのは良くないですけれどもまあ一応の方針としてね、えー、これぐらい取れるように、えー、やっておいて次の分野に進もうっていうそのね、えー、次に進むための基準っていうものが欲しいわけですよね。 そうえー、例えばまあこ,この権利関係も全部で14問出てきますけどねじゃあ例えば13問ぐらい取れなければみたいな感じでやってしまうと本当に300時間のうちのほとんど全てをここに費やしてしまって気づいたらこっちの勉強全然できてなかったってことにもなりかねないのでやっぱりそこはね、えー、目標の得点というものは意識しながら勉強していくっていうのはそういう意味では大事です。はいいだからあののー、こういうのもですね まあ、使い方だと思うんですよねその自分がちゃんといいようにデータっていうのを使っていかないといけないので何て言うんですかねまあ追い込むため、えーね、変に追い込むためとか、まあ、例えば自分を甘やかすためとかですね,ね例えば、ね、20問中18問だから2問間違えていいのかじゃあ適当でやっていっかみたいな感じのそういうスタンスで勉強をするとそれは逆効果です。 そういう使いい使方をするのはあまりよろしくないいですけれどもはい、なのでこういうデータでやっぱり使い方って大事だと思いますですのでまあ一つね、えー、このぐらいを目安に頑張っていくんだってことで、えー、じゃあこのぐらいのウェイトをかけて勉強していこうっていうその参考にするために使ってくださいまあそんな感じだと押さえておいてくださいでは次ですでは合格のための超速学習ということではい合格のためのね、えー、秘訣でございますはい合格の鉄則ですまず一番目 今年絶対に合格すると決意しましょう。はい、そうじゃないと何も次のステップに進めません。まあ、今年じゃなくていいかっていう風になったら、今から勉強を始めようという気持ちすら起こらないですよね。そう、えー、ですので、せっかくのチャンスを無駄にしてしまいます。そうね、皆さん宅建今年受けてみようかなってね。思った方、まずはよし。じゃあ今年受かるように頑張っていこうという風に思っておいてください。 そして2番、なるべく早く学習を始める。これもね、えー、今回の前半のところでもね、何度も何度も言っていたことです。はい、なるべく早く。ですから明日からではなくて、もう今から始めるぐらいの気持ちでやっていきましょう。はい、そして3番、暗記と理解のバランスを保って学習する。これ結構重要です。はい、実は、 このねタイトルのところ今回も「ですね正しい合格法」と書いてありますけれども大体時間を費やしても成果が出ない方のほとんどってここなんです暗記と理解のバランスが崩れてるんです暗記重視で受かるかって言ったら受かりません理解だけで受かるんですか受かりません両方必要なんですはい何でですかって言ったらば暗記だけだと応用力がつきません はい理解だけだとイメージを捉えて理解してるそれはもちろん大事なんですけれどもそれだけだと問題って解けないんです覚えるべきものを覚えなければいけないんです理解すれば丸暗記は防げるねよく言われる言葉なんですけれどもはい理解すれば丸暗記は防げるねそれっていいですかそれって覚えなくてもいいよっていう楽をしようぜっていう言葉ではないってことは押さえておいてくださいね はい、そう。暗記から逃げてしまうのは良くないです。でも、じゃあまあ丸暗記だけでね。対応できるのかって言ったら、やっぱりそこも厳しいです。ですので、ここはバランスをしっかり意識しながら学習していっていただきたいポイントになります。それから4番基礎をしっかり身につけるそうね。先ほど言いましたよね。半分の人が正解できる問題を。 一問も落とさなければ合格者ね。ここを本当に忘れないようにしておいてくださいそして五番目範囲を広げすぎず取捨選択をするということですはい 特に、ですねやっぱりもう卓球試験範囲広いですから細かいところばっかりに夢中になっていくとやっぱり大事なところがぼやけてしまいますのでそこはしっかりとね範囲を広げすぎないで、まあ、よく出てくるところしっかり得点取らなければいけないところ、ねえー、出題されたときに正解率が上がりそうなところに絞り込んで勉強するというのは本当に大事になっていきます。それから6番目 継続は力なり大作戦ということでですねはい当然のことながら1日2日頑張ってねいいように頑張ったところでそれで受かるかって言ったら受かりませんはい300時間ということですのでまあある意味長距離走のイメージですよね毎日毎日ね、えー、少しでもいいからやっていくとかですねまあちょっとサボった日があったとしたらちゃんとそれを補ってやっていくとかですね、えー、そういったですね継続性っていうのはやっぱり大事になってきます はい試験勉強においてはですねそこをちゃんと意識して学習していっていただきたいということになりますそして皆さんここで大きく2つに分かれるんです1,2と3,4,5,6で大きく分かれますそれは何かというとですねはい3番4番5番6番これは我々講師がですねはい、えー、皆さんのサポートをしっかりできる部分でございますはい ねえー、3、4、5、6に関してはこちらも本当に、えー、サポートしていくつもりでございます。ねえーまあ、私もねレッの,の方で、えー、講座とか担当しておりますはいですので、ね、私たちも頑張って、えー、皆さんをサポートしていきますが1番と2番は我々にはどうしようもないところなんですよ。皆さんが決意してくれないと皆さんがまず最初の一歩を踏み出してくれないと何も変わっていかないんですね。でですので 1>, 1番と2番は我々にはどうすることもできません。皆さんでやっていただくしかないんです。でも逆に言えば、1番、2番をしっかりとね、えー、皆さんの中でこなしていただければ、あとはお任せいただければ、3番、4番、5番、6番、一緒に頑張ってやっていきましょう。はい。ということでですね、30分という短い時間ではございましたけれども、短期合格するための正しい学習法。 えー、合格法ということでですねお話をさせていただきました、えー、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございますはい、えー、ね、まレックの方でもですねこちら皆さんの短期合格をサポートするための講座と取り揃えておりますので次はぜひね、えー、教室もしくは WebDVD ね、本講義の方で皆さんとお会いできることを期待しておりますそれでは、えー、今回はこの辺にて終了したいと思います皆さん最後までご視聴ありがとうございました